スーパードラゴンボーヒーロー王子だぜ。よお前たち、サイヤ人の王子、ベジータだ。いやー、久しぶりだな。元気にしていたか、貴様ら。最近全く動画更新できていなかったからな。ふざけやがって。これも全部クリリンが、ドクターゲロが逃げた時にすぐに先祖をこの俺に渡さなかったせいだな。あのハゲ、年末と年度末やっぱ CP が忙しいな。あのカプセルコーポレーションだってな。 CP、 え、知らん。 CP と言ったらもうカプセルコーポレーションの略だったんだ。そう、まあ今日はタイトルにもある通り、今日はこいつを開封していくぞ。スーパードラゴンボールヒーローズのカード組だ。これは第何弾になるんだろうな。多分8億5000弾ぐらいだと思うんだがな。なんとドラゴンボールヒーローズもめでたく12周年。まあ俺と同い年といったところなんだがな。今回は全13種。まあ一番レアなのは間違いなくこのベジットだと思うんだよな。まあ普段ならすぐ売り切れてしまうんだがな、サタンシティコンビニで売っていたからな。汚ねえ領収書を見ると17個らしい。今日はこいつを開封してやるからな。貴様にこいつの開封を見る勇気があるから。もうダメだ、おしまいだ。家に帰ってミルクでも飲んでいるんだな。こいつらを起源弾で開封していくぞ。1パック目、弾けて、待たれ。ピッコロか。まずはピッコロで様子見といったところか。そしてカード組だ。このグミはうまい。本当にうまい。基本お弁当はこれみたいなとこあるからな。やっぱりこうセルゲームに持ってきてほしいぐらいのクオリティのカードグミだからな。ゴミ箱の中に入っとくか。行くぞ。弾けて。待たれ。お、俺だ。ベジータ BR。まあ、まさしくゴッドビといったところだな。そして、センズグミだ。センズグミはまずそうだな。色が全然違うしな。ギュエン！ありがとな、ピッコロ。いつも協力してくれてな。さあ次が3枚目。弾けて混ざれ。さあ、まさかのブロリー BR。ブロリーブロリーというな。弾けて混ざれ。さあ、お、カカロット BR といったところか。いや、てんのベジータとか言ってきそうだな、こいつな。さあ、そんなくだらんモノマネは置いといてな。弾けて混ざれ。さあ、これはなんだ。孫悟飯ゼノ、来たな、これな。これは、いや、ピーって書いてある。ピーってなんだ？パンツ。孫悟飯ゼノ、レアリティパンツ。まったくわけがわからん、バーゲンセールだな。弾けて、なぜ？お、また俺だな。まさかのベジータ様 BR のバーゲンセールだったとはな。いや、でもそろそろ当てておきたいところだな。弾けて、なぜ？お、これは来たんじゃないのか。これなんだ、誰がどう見たってわかるタイプのレアだろう。このキラキラしてるな。昆虫界で言ったら絶対毒持ってるタイプだからな。気をつけるんだな。ヒーローアバターカード。このカードで全ての種族のヒーローアバターを操作することができるぞ。ヒーローアバターってなんだ、全くわからんが、かっこいいからありだ。くだらんおべんちゃらよすんだな。弾けて、待たれ。ゴテンクスといったところか。ゴテンクスはこう、フュージョンミスってもデブンクスみたいな、そんな感じの名前にはならんがな。俺様とカカロットがこう、フュージョンミスると、デクになって成功すると、ゴジータなんだがな。最強のフュージョンといったところだな。今日は久々だから切れ味が悪いな。許すんだな。弾けて、待たれ。おぉ、ベジットゼノ。ベジットゼノ来たやん。いやいや、これが多分一番の値だと思うんだけどな。ちょっと確認するな。ピピ、VAR じゃなくて MGR 入ります。MGR の結果、ピピ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 ピ、来ました。ベジットゼノ当てたな。これ全部で18パック ?20 パック?わからん。いや、これ嬉しい。これ多分めちゃくちゃ強いと思うぞ。これ多分、場に出たらゲームが強制終了するタイプのカードだと思うな。ギャラクシーエターナルソード。エターナルソード。すごいな、なんか。赤西人工群を見てるかのようだな。まあ、それ分かってるやつにしか分からんと思うんだが。いやー、ここでもまさかのゴッド引きしてしまったからな。まあ、あとはこう、流しみたいなところがあるんだがな。まだ取れ高失ってないからな。ミルクでも飲んで動画を最後まで見続けるんだな。さあ、行くぞ。弾けて、まずれ。さあ、これはなんだ。
ゴテンクスゼノン。だいたいこんだけキラキラしてりゃレアだということだ。次は何が出るんだ。はじけて、バブレッ。まさか、まさかのベジットゼノン2枚抜きだ。これは相当ゴッド引きだろう。同じ種類だよな。同じ種類だ。ギャラクシージンエターナルソウだから間違いないな、これはな。ベジットがスーパーサイヤ人4になる時代が来たわけだな。いや、これはすごいことだぞ、本当に。俺様少年期の時には考えられん発想だな。弾けて、戻れ。いや、ヒーローアバターカードも2枚抜きしてしまったぞ。これこんなに出るもんなんか。さあ、残りが、いよいよ、1、2、3、4、5、6。おじいが一番最高。いや、もう本当にもう最近疲れてるからしょうがないな。こればっかりやな。次のガチャを引い、ガチャじゃない。これは決してガチャではない。男同士の熱い戦いだ。ぞ、これが、最強のフュージョンだ。おお、最強のフュージョン、まあ、最強のフュージョン、俺とカカロットの時だけだからな。俺様、さっきから、レアのやつしか当ててないぞ。これ今までの運を全部使ったな。ドッカンバトルの8周年をね、死んだな、きっとな。これな。いよいよ残り4つ。行くぞ。先頭4つ目。ブロリー BR と言ったとこだな。これは特にノーコメントだな。残り3パック行くぞ。弾けて、まだね。魔人とは、魔人とは、魔人とは、何ですか。いや、ちょっとわからんが、ある一定のとこの戦闘力は半端じゃないことはわかるな。行くぞ。弾けて、まだね。お、元ゴテンクスゼノ。これそんなに同じやつが出るんか。どういう封入スタイルなんだろうな。残るは一つだ。これで全てが決まる。この俺の運命。そして、ヒーローズカード組の運命。こいつが、スーパーベジータだ。ブロリーじゃないか。もうダメだ。おしまいだ。さあ、といったところで今日は、ベジータ、もう全部終わったぞ。レアだけ集めて最後に記念撮影で終わりだな。昔ドラゴンボールのアニメはよく年末とかな、特番やっていたからな、そんな感じで。こんな感じのゴッド引きをしてしまったわけだな。まあこれは孫うことなきゴッド引きだろうな。いやー、ちょっと今日は冴えてたな。どんぐらい冴えてたかというと、魔人ブーの体内でデブ魔人ブーをこう引きちぎった時ぐらい冴えてたな。まああれのせいで結構ピンチになっちまったかな。まあ結果俺様のファインプレイでな。まあ世界は救われたから。結果俺のおかげみたいなところはあるな。うわといったところで今日の動画は終わりだ。貴様らもコンビニで見かけたら、お母さんお父さんに頼んで、一つか二つ買ってもらうんだな。それじゃあ、次回の動画まで。てれてて、てれてて、ビンゴ。てれてて、てれてて、ビンゴ。うわぁ